鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスと鳥サルモンが送る約束16年目の真実第7話ドラマ考察スタートします。まさかめぐみが特殊詐欺に関わっていたとは驚きの展開になりました。有村の意味深な行動と必要な捜査妨害の理由もここにつながるのではないかと僕は思っております。ということで今日の考察内容としては有村の悪事の全貌についてというところと真犯人は誰なのかというところの考察を続けていきたいと思っております。ではぜひ最後までご視聴ください。ということで第7話考察をお伝えしていきましょう。まずはドラマの紹介をしておきます。約束日テレ木曜夜23時59分スタートのドラマ。みんなでドラマを見て僕たちがやっている直後感想会を楽しみつつ一緒にドラマ考察をして盛り上がりましょう。それでは早速本日の考察お伝えしていきましょう。はい、ではまずこちら。はい、こちら明らかになった事実をお伝えします。はい、そして次にこちらも。はい、新たに発生した謎と考察点お伝えしていきましょう。はい、ではまずこちらから行ってみたいと思います。もまずは明らかになった事実1つ目、和田瑠璃は携帯を2台持っていたということが分かりました。交際相手に確認したところ和田瑠璃は携帯を2台持っていたということが、確認ができたということでした。はい、そして次はこちら。天草は和田瑠璃のスマホを車内で拾ったと言った。天草は和田瑠璃の携帯を隠し持っていたことから葵によって事情聴取されましたよね。その結果天草は和田瑠璃の携帯はタクシーの車内で拾ったというふうに申告してきました。この件実は裏があることが後ほど判明しますが、そのことは後でお伝えしましょう。はい、そして次にこちら。見つかった白骨死体の身元が判明したということです。一人は桃のお母さんでしたよね。はい、はい、あと二人の情報になります。警察の調査の結果白骨死体の身元が判明しました。一人目は、沼田明子さん28歳、会社員、死因は不明だということです。4年前に観光目的でやってきたということでした。そして2人目は斉藤梢さん、22歳、大学生、死因は不明、3年前に観光目的でやってきたということでした。はい、そして次にこちら。殺害された被害者は葵と似ていた可能性が浮上しました。6人の殺害された被害者たちは全てショートカットの女性で葵と外見が似ていることが判明しました。このことから高坂のプロファイリングでは葵に執着する犯人は葵に似ている女性をターゲットにして殺害を繰り返している可能性に言及しました。第7話では天草が葵に思いを寄せていた結果葵に似た女性をターゲットに選んでいた可能性を高坂は言っていました。しかしもし前回僕が考察動画でお伝えした内容が正しいなら同じ理屈が当てはまるんじゃないかなというふうに思いました。詳しくは前回の動画ご覧ください。次がこちら。被害者は映画シナリオのクライマックスになぞらえて殺されていた。不破翔の書いたシナリオはラストで主役の葵と相手が指切りをするシーンがあるということが分かりました。現在起きている連続殺人事件でも被害者たちの指は全員指切りをしたような形になっていることから映画のシナリオに合わせて主体の指を変えていることが判明しました。そしてその案を考えたのは天草ということでした。うん、そして次はこちら。のぞみの蝶以外で同様の殺人が発生していたということが分かりました。高坂の調べによりますとのぞみの蝶殺人事件以外にも同様の手口で殺されていた女性がいたということでした。その女性なんですが福田夏美さん26歳、発生場所としては東京都千代田区神田橋5丁目12番地ということです。東京のど真ん中で起きたんですね。ねえ、すごくないですかこれ。よくなんかここまで知らずに来たなっていう、はい、まあ埋めていたとしたらすぐに見つかりそうですけどね、都内のど真ん中だとね、うん、で殺害されたのは5年前と死体発見時すでに白骨化していました。当時本人が SNS で自殺をする書き込みをしていた
ために、事件性なしというふうに判断されていたということでした。そしてこの被害者、5年前に葵が住んでいたところに住んでいたということでした。被害者は5年前にすでに死亡していたということなんですよね。なのでそれよりも前に被害者は葵と同じマンションで、居住していて、住んでいる時期が数年間被っていたということなのかもしれません。うんうん。そして次はこちら。天草は4年前にのぞみの町に帰ってきた。天草は5年前に葵と同じ町に住んでいて、その後のぞみの町に帰ってきたことが判明しました。天草は葵が好きで、近くにいたかったから葵のいる町に引っ越したということでした。ちょっと怖いもんねこれはね。ちょっとねさすがになんか問題ある気がしますよね。はい、はい、そして次はこちら。和田瑠璃の2代目のスマホが、清水誠という架空名義になっていた。和田瑠璃の2代目のスマホを天草が持っていました。そのスマホを調べた結果、名義人が違っていたことから和田瑠璃が特殊詐欺に関わっていた可能性が出てきたわけなんですね。この特殊詐欺は高坂が5年前に関わっていた事件でもあることが今回判明しました。次がこちら。5年前に高坂が関わっていた、特殊詐欺の事件の詳細が分かりました。5年前高坂は特殊詐欺グループを追いかけていました。末端を捕まえても組織撲滅につながらないことから、当時上司で課長だった有村に、違法ながらもおとり捜査によってグループの指示役に近づくことを提案したということでした。しかし違法捜査になることから許可は下りずに、高坂自身もそこまで強硬におとり捜査を行うこともありませんでした。しかし高坂のアイデアを聞いていた同僚でライバルの麻生がおとり捜査を勝手に実行してしまったわけなんですよね。おとり捜査の過程で麻生は詐欺の指示役につながるメンバーの追跡に成功したわけなんですが、しかし犯罪組織に麻生の捜査がバレてしまい、結果刺されてしまうんですよね。これいただけませんもんね。そうなんですよね、はい、そして死亡することになってしまいました。その後その責任を上層部はすべて高坂になすりつける結果になったということでした。麻生の死によって高坂はエリートとしてのキャリアを終えて、のぞみの町にやってきて今に至るということでした、はい、そして次はこちらも。児童養護施設跡地が特殊詐欺グループのアジトだった。行方をくらました天草だったんですが、その後不破翔から葵に連絡が入りました。不破翔が目撃したのは、天草が児童養護施設の建物に女性を連れて入る姿だったんですよね。その施設、後で判明することになるんですが、なんと特殊詐欺グループの拠点の一つということでした。はい、次がこちら。はい、有村は特殊詐欺グループの拠点に突入するのを邪魔したんですよね。天草が入っていた、児童養護施設跡地に葵や他の刑事たちが突入しようというふうに集結してきてたんですよね。そのところ、夏目を通じて有村が、そういった突入はやめるようにと邪魔を入れてきました。しかしそんな介入をものともせずに葵たちは施設に突入し、結果特殊詐欺グループの末端の人たち一斉検挙に成功したということでした。結果ごらいでしたもんね。そうなんですよね。この邪魔、いろんな意味があったんでしょうねきっとね。そうですもんね。そして次がこちら。天草は特殊詐欺グループのメンバーだったということが分かりました。葵たちが施設内に突入すると天草は逃亡を図りました。しかし葵の追跡で天草を追い詰めることに成功しました。その際天草の過去が明らかになりました。天草は知人の紹介で特殊詐欺に関わることになった。お金に困っていたというふうに言ってましたよね、うん。組織から逃れてのぞみの町へ一旦戻ったが、結局逃げることはできなかったというふうに言っていました。そして和田瑠璃殺害、日時なんですが、天草は、このルームという場所にいたということで、一応アリバイはあるという話でした、うん。6話にて天草が児童養護施設にやってきてましたよね。でその際不破翔と偶然多分会ってしまったと思うんですけども、うん、その時は天草仕事で来たというふうに言っていましたが、まさかの特殊詐欺の施設だったとは
というふうに今だったら思いますよね。本当はね、あれ本当に仕事で来てたんですね。だからね、うん、ある意味仕事ですよね。ある意味そうなんですよね。はい、そして次にこちら、5年前の飛ばし携帯から天草の指紋が発見された。高坂は天草が5年前の、麻生殺害事件に関係している可能性を考えまして、飛ばし携帯の指紋と照合したんですね。その結果、天草の指紋と、飛ばし携帯についていた指紋が一致したということでした。天草は麻生殺害事件と関係している可能性が浮上してきました。次がこちら、はい、児童養護施設の所有者が尾藤めぐみだった。元児童養護施設が特殊詐欺のルームとして使用されていたことから、矢吹刑事が調査したところ、児童養護施設の所有者が尾藤めぐみだということが、判明しました。有村がひた隠しにしようとしていたことはこの件だったのかもしれないというふうに思いました。後ほど考察します。はい、では次にこちら行ってみましょうもん。はい、新たに発生した謎と考察点ということで、まず最初、有村の悪事の全貌についての考察をしていこうと思います。はい、有村、1話から一貫して怪しい動きをしている人物でしたよね。うん、そして7話では特殊詐欺グループのルームに突入しようとする葵の邪魔をしていました。こうした有村の行動には一体どういう意図が隠されているのでしょうかということです。はい、ではまずこちらから見ましょうもん。はい、有村は犯罪組織と連携していた可能性があるというふうに思いました。まあ、結論から言いますと、有村は特殊詐欺グループと連携をしていた可能性があると僕は考えております。それは7話での妨害工作や早見康夫事件の冤罪事件ですよね、うん、あれも工作をしていたわけなんですが、ここから推測できるなというふうに思ったんです。それでは7話からわかる有村の狙いと行動についてお伝えしましょう。はい、ではこちら、高坂の過去からわかる有村の動きというところなんですが、高坂の過去が7話で明らかになりましたよね、うん、その際高坂はあることを言っていました。その言葉が有村の犯している行動を物語っていると僕は感じたんですよね、うん、その言葉は次の言葉になります。はい、それがこちら、末端の実行役ばかり逮捕しても組織の上層部にはたどり着けないという言葉を言ってたんですね。高坂は5年前特殊詐欺グループの指示役を逮捕できないことに対する不満を有村に、訴えておりました。その時の言葉が、この言葉なんですね。こうした高坂の言葉から考えますと、特殊詐欺グループを摘発するために過去に様々な浄化作戦が行われていたというふうに考えられます。しかし逮捕できているのは末端の人間ばかりだったということなのだというふうに僕は思いました。こうした事実があるからこそ、高坂からこうした不満の言葉が出てきたということだと思うんですよね。そして僕は有村がやってきたことを次のように考察します。はい、こちらも、有村は意図的に指示役を捕まえていない可能性があるんじゃないかというふうにこの言葉から推測しました。有村は意図的に指示役を捕まえず、末端の人間ばかりを捕まえていたんじゃないかというふうに思うんですよ、うん、こうした有村の行動にはおそらくは特殊詐欺グループと取引があったのではないかというふうに僕は思いました。ではどうして有村は特殊詐欺グループと結託して末端の人間だけを捕まえ、指示役を摘発しないという行動を取っていたのでしょうかというところです。はい、それがこちら、検挙の成績を上げて出世するために犯罪を捏造していたんじゃないかと思ったんですよね。なるほど、有村はおそらく警察内部での立場を上げて出世をするために特殊詐欺グループと結託して、あえて指示役を逮捕せず末端のメンバーの逮捕を重ねていたのではないかというふうに思いました。そしてこの犯罪捏造の発端が実は16年前の事件にあると思われます。うんうん、それがこちらもね、16年前の早見康夫事件が全ての発端の可能性があるんじゃないかというふうに思いました。16年前、早見康夫は証拠を捏造され、めぐみの証言を改変したことにより無実の罪で逮捕されておりましたよね、うん、この時のチームの責任者有村でのぞみの署の署長だったと思います。おそらくこの時挙げた手柄が評価されて出世していったんじゃないかと思うんですよね、うん、こうした成功体験が有村の中で
出世のための答えというふうになったと思うんですね。で、犯罪を捏造し意図的に自分の摘発件数を上げれば警察内部で出世できるという答えになった可能性があると僕は感じました。16年前、尾藤誠の娘である尾藤めぐみの証言が改変されたことはすでに分かっておりますよね、うん、その際に関わっていた捜査官が有村だったことも判明してますよね、うん、ということは当然尾藤誠の背後には有村がいたことは明白なわけなんですよ。そして7話ラストでは尾藤めぐみが特殊詐欺グループが使っていたルームの所有者であることも判明しております。7話では尾藤めぐみが特殊詐欺グループの関係者の可能性が出てきたわけなんですが、これ本当にそうなのかというところが出てくるわけなんですね、はい、僕は次のように考えております。はい、それはこちらですもんね。尾藤誠が特殊詐欺グループを運用していた可能性があるというふうに僕は思います、うん、特殊詐欺グループに関わっていたのはめぐみではなくて父である尾藤誠だったんだと僕は思うんですよね。おそらく16年前に尾藤誠の背後にいたのが当時のぞみの署の署長だった有村なんですね。その当時犯罪捏造で出世する方法を考えた有村はその後尾藤誠に協力をさせて特殊詐欺グループを作らせたんじゃないかと思ったんですよね。そして尾藤誠が生きていた時めぐみはおそらく名義を使われていただけの可能性があるのではないかと僕は思いました、うん、しかし尾藤誠が死んだ後有村がもしめぐみと接触をしたとしたら次の可能性が浮上します。はい、それがこちら。めぐみは特殊詐欺グループを有村にやらされている可能性があるんじゃないかと思ったんですよ。もし有村が特殊詐欺グループを自分の出世に使っていたとしたらそれがなくなると困るわけですよね。はい、尾藤誠が死んだ今尾藤めぐみがおそらく全ての尾藤誠の遺産を引き継ぐことになっていると思います。となった場合有村は尾藤めぐみにその役割も引き継がせた可能性が出てくると僕は考察します。しかしめぐみはおそらく脅されている形で有村にやらされている可能性があるんじゃないかというふうに思うんですよ、うん、そして有村がもし特殊詐欺グループを尾藤誠に運用させていたとしたら次の可能性も浮上すると思いました。はい、それがこちらも。尾藤誠は有村に殺されたもしくは自殺をさせられた可能性もあるというふうに思いました。尾藤誠は早見康夫の件でめぐみに証言を偽装させました。しかし尾藤誠は梅崎記者殺人事件で逮捕されたことから警察により取り調べが始まることになりますよね、うん、こうなると困るのは有村なんですよ、うん、もし尾藤誠が特殊詐欺グループを運用していることを自白してしまったら有村も破滅してしまいますよね。確かに。こうしたことを考えた有村は尾藤誠が全てを話す前に処分しようと考えても不思議ではないと思ったんですよ、うん、方法としては全て明るみになるとめぐみともども破滅するから自殺するようにというような感じで言われたか、もしくは有村が自ら手を下したか、まあいずれからだと思うんですよね、うんうん、ということでね、最終結論として次の結論になります。はい、それがこちらも。有村が特殊詐欺グループを作り尾藤誠を消してめぐみに引き継がせたということだと思うんですよね、うん、有村が自分の出世のために特殊詐欺グループを作ってそれを使って自作自演を重ねて地位を重ねていったという結論になると思いました。そして尾藤誠は自分の会社を大きくするための資金源として特殊詐欺グループを運用する役割を担って有村とはウィンウィンの関係にいたんじゃないかというふうに思いました。しかしそこに今回のめぐみの、供述撤回ありましたよね、はいはい、あれでその連携にほころびが生じたというふうに思ったんですよね、うん、有村が全てを知っている尾藤誠を殺害するに至ったということだと思いました。めぐみは自分で16年前の件に関して供述を変更していることから主体的に特殊詐欺グループを動かしているというふうには考えにくいと思うんですよ。だってあの件で供述変更をしたら当然いろいろと調べられちゃいますから不利になりますよね、うんうん、だから特殊詐欺グループにもし関わっていたとしたらそんなことしないと思うんですよ、うん、はい、だからね、有村に脅されて現在やらされているというふうに僕は、結果として考えております。こうして考えると有村は自分のことしか考えず自分の利益のためには
平気で嘘をつくサイコパスだと思いました。殺人犯とはまた別の意味で恐ろしい最悪のキャラクターだと言えます。有村についての謎については、以上になります。はい、では次にこちら行ってみましょう。はい、真犯人誰なのっていう話なんですよね。はい、7話では新たな犠牲者が1人追加され、7人の被害者がいることが判明しました。そして指切りの形を死体に取らせたり、新たな被害者は葵の住んでいた場所と関係していたりと、葵への異常な愛情が関係していることから、天草がそうした犯行をしているのではないかという流れになってますよね、ドラマとしては。うん、真犯人天草なのでしょうかというところなんですが、さてどうなんでしょうもんか。やはり桃が犯人の可能性があると僕は考えています。うん、詳しくは、6話の動画を見ていただきたいんですけど、前回に引き続きまして桃が犯人である可能性が高いと僕は思っております。7話では連続殺人事件には葵に対する異常な愛情と執着が関係していることが結構クローズアップされたと思うんですよ。でまとめますと、被害者は全員葵と同じショートカットだった、うん、そして、福田夏美は5年前の住所が葵の住んでいた場所だった。この2つ明らかになります。はい、はい、これらを考えると確かに葵に対する愛のある人物が犯行を行っていると考えられます。なので前回6話の考察でお伝えした桃が葵に対して特殊な感情を持っていたというふうに仮定するならば、この執着にも説明はつくのかなというふうに思いました。詳しくは6話考察動画を参照いただければ幸いです。そして連続殺人事件は桃の犯行なのではないかというセリフをドラマ内で発見したので、こちらも紹介しておきましょう。はい、それは次でございますもんね。はい、よいしょ。このセリフになります。うん、どこかで遺体が見つかったってことというセリフが伏線なのではないかというふうに思ったんですよね。うん、これ覚えてますか？なんか言ってた、あのお店で言ってたやつもね。そう、うん、2話の中なんですけど、梅崎記者の殺人が起こって、その件をネットニュースで見たシオンのアルバイトの、柴本が桃に対して殺人事件が起きたことを伝えたシーンなんですよね。うん、この際桃はびっくりした顔で驚いて葵に向かって、どこかで遺体が見つかったってことって聞いたんですよね。うん、この会話の流れ変じゃないですか？確かに変もよね。そう、街で殺人があったなら最初に気になるのは死体が見つかったことじゃなくて、 誰が殺されたのか、誰が殺したのかということだと思うんですよね。うんうんうん、しかし桃は遺体が見つかったのかという点を気にしてたんですよ。うわ、怪しいでしょ。これはつまりね、桃は次の可能性を頭で描いたからだと思うんですよ。はい、それはこちらも葵の家の庭に埋めた死体が見つかったのかと考えたんですよね。うんうんうん、桃がもし殺人犯なのであれば、自分以外がこの町で殺人をするとは考えてないと思うんですよ。なので誰が誰を殺したのかということに興味がいったんではなくて、どこで死体が見つかったのかという方向に興味がいったんじゃないかなというふうに思ったんですよね。うん、6話にて3人の白骨死体が見つかったという伏線が張られた上で、桃の発言を見返すと、こうした不自然なやり取りがあったということを発見することができました。そして7話で、新たに分かった福田夏美殺人事件からも分かることがありました。それは次のことです。はい、それもこちら。福田夏美、人生に問題を抱えていた可能性があるというふうに思ったんですよね。うん、福田夏美は自殺することを SNS でほのめかしていたことから事件化されていませんでした。自殺志願者だった事実があるということは、福田夏美は何かしらの問題を人生に抱えていたというふうに思いますよね。うん、6話考察動画でもお伝えしたんですけども、他の被害者たちは全て人生に問題を抱え、孤独な境遇だった可能性があるというふうに伝えていました。はい、そうした闇を抱えている人をターゲットに絞って、桃は殺人を起こしている可能性を前回お伝えしたんですね。うん、詳しくは6話考察動画をご覧ください。で、他の被害者たち同様、福田夏美も闇を抱えていたことを考えますと、そこをつけ込まれて、殺された可能性は十分にあるなというふうに思ったんですよね。うん、そして福田夏美が自殺志願者だったことから、殺害動機につながる可能性も出てきたというふうに思ったわけなんですが、次のことをちょっと見ていただきたいんですね。はい、こちらですもんね。桃は
自殺志願者の手助けをしていた可能性あるんじゃないかと思ったんですよ、うん、もし仮にモモが犯人で犯行を重ねていた場合、被害者の数の多さから本物のシリアルキラーである可能性を僕は6話考察動画でお伝えしていました。しかしもしかすると殺害動機として自殺志願者を救済する意味合いで殺害依頼を本人から受けていた可能性もあるのかなと思ったんですね、うん、そう考えると不破麗は自殺志願者で葵に自殺の手伝いをするように依頼していた可能性があるんじゃないかと思ったんですよね。それが葵の思い出した麗の首を絞めているシーンなのかなとかね思ったんですよ。いやでも葵がそんなことするもんかねって思っちゃうもんけど、まあ、そうなんだよね確かにね、うん、それは確かにそう、まあ何かトラブルがあって首を絞めたというふうに思う方が自然っちゃ自然だけど、うん、でも逆にじゃあトラブルが起きて首絞めるのってなるんですよね、うん、そしてモモはシオンを駆け込み寺としてさまざまな孤独や闇を抱えた女性の手助けをしてましたよね、はい、モモを頼ってきた人たちが自殺をしたいという希望を持っていたとしても不思議ではないなというふうに思ったんですよ、うん、よって自殺志願者への救済として殺害をしていたという可能性は十分あるのではないかというふうに僕は考察します。しかしわざわざ台本を描き葵への執着も犯行ににじませていましたよね、はい、まあそのことからシリアルキラーである可能性も捨てきれないなと思っております。よって今のところ犯人の動機としてはシリアルキラーである可能性と自殺志願者救済のための殺人というこの2つを念頭に置いてドラマを追いたいと思います、うん、ということで以上が考察になりますがいかがでしょうか。なるほどもんね、まあ、うんただモモが、はい、例えばねその自殺志願者の救済のために何か動いていたとしたら、はい何のためにって思っちゃうんですもんね。何のためにっていうのはやっぱり自殺を助けるためですよね、うん、いやでもそうなんだけど、はい、どうしてそういうことをするようになっちゃったのかっていうね、まあ、そこはやっぱり自殺をしたいっていう人の願いを叶えてあげることがその人のためになると思ったじゃないでしょうか、うん、どこかで、まあ、ちょっと歪んだ正義みたいな感じでしょうかね。まあそうですね、現実の世界にもありましたよね。ザマで大量に人を殺した犯人がいましたよね。あれも自殺志願者をまあ殺してたわけなんで、うんまあ、そういう考えがあってもおかしくはないのかなと思います。はい、ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバイモー。